音別駅は、北海道釧路市音別町本町一丁目にある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道根室本線の駅である。駅番号は、K45。電報略号はオン。旧音別町代表駅である。かつて停車した、夜行特急、マリモが廃止されたため、現在は普通列車のみ停車する。また、朝方に1.5往復。 夜間に1往復の計2.5往復、釧路駅当駅間の区間列車が設定されている。なお、JR 貨物の取り扱いは2019年になくなっているが、地元の要請で廃止届の提出が保留されている。1977年の温別駅と、周囲約750メートル範囲、右が根室方面、国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語のオムペに由来するとされる。二面二線の相対式ホームを有する地上駅。ホーム同士は中央の構内を踏切で結ばれている。上下線ともに、駅舎側の本線である一番線を使用し、交換する場合のみ副本線の二番線を使用する。2019年に取り扱いを終了した。 JR 貨物の駅は旅客駅南側にあり、一面一線のコンテナホームがある。二役線の他一本の側線もある。二役線、側線の両端は本線から分岐しているが、着発線にはなっていない。当駅はコンテナ貨物の取り扱い駅で12フィートコンテナのみを取り扱っていた。専用線はなく、主に 大塚製薬工場、釧路工場から出荷される、清涼飲料水を取り扱っていた。廃止直前まで、1日2回の貨物列車入れ替え作業が行われていたが、出荷量が2012年度から半減していたことから、2019年3月16日ダイヤ改正において、貨物取り扱いが廃止された。しかし、釧路市は JR 貨物に対して、再開を求めて協議する方針で、 JR 貨物側も廃止届の提出を当面見合わせている。釧路市統計所によると近年の年間乗車人員の推移は下記の通りである。釧路市統計所によると近年の貨物発着の推移は下記の通りである。ありがとうございます。